里崎チャンネル。じゃっ。こんにちは。さて今日は何の話をしましょうか。今日はですね、プロで活躍するために必要なピッチャーの話です。はい。これができなければ、はい、プロで長く成功する確率が下がります。へえ。そのプロのピッチャーがってことですか。そう。大学生の時とかに。まあだから大学生もしプロ行きたいんだったら、はい、そういうプロに行けるような可能性がある選手たちは、はい、これを身につけとかなきゃ入ってきてからもやばいよっていう。ああ、なるほど。うん、へえ、スキル面。うん、これはもう絶対です。もう僕がもう見てきた中で、はい、もうこれはもう絶対のルールやなっていうのを。へー、あの自分で取得してないピッチャーっていうのは、はい、絶対無理っす。へえ、ポイントがいくつかあるんですか。いや、ポイントはね、はい、正直一つだけっす。そうなんですか。一つ、まあ、まあ、あっても二つですね。はい。だこれをクリアできてないと無理なんですよ、うん、へえ、全然なんちょっと考えて当てようかなと思うんですけど全然わかんないですよ。日本ハムのドラフト1位の川野君、はい、若干危ないですね。いや、そうなんですか。これはもう僕は入団する前から大丈夫かなと思ってたんですけど、はい、ここ2試合か、はい、見て、うん、まあ、今日の収録が7月の6日今日6日です。6日なんで、はい、2試合投げてるんですよね、はい、で昨日も投げたんですよ、うん、はい、で見てて、うん、やっぱそういうことか、やっぱアマチュア時代に感じたことがやっぱそのままなんだなと思って、はい、んこのままじゃ危ないぞっていう。どこだろう。だから川野くんでしょ、はい、あとね、藤岡、ロッテに入ってきた、はい、今ジャイアンツ行ってますけど、はい、うん、もう危ないぞって思ったけどやっぱ危なかったね。なんだろうな。あと誰かいるかな、はい、まあでも、今対戦してる人ってのはそれができてた人ですもんね。そうですね、うん、そうそうですね。それっていうのは、じゃあ克服しようと思ったらできるものではあるんですよね。習得するのには早めに動かないと、うん、なかなかね、うん、っていうのもあるじゃないですか、はい、だから早めに動いといた方がいいですね。はあ、なるほど。いや、ちょっと当てたいけどな。これってコーチとかにも言われてると思いますか。いや、言われてないんじゃない。これはもう僕の哲学ですから。僕が経験してきてバッテリーを組んでいろいろ見てきてこの仮説を立てて、はい、見た時に、うん、あ、やっぱりそうなんやって確信持って今持ってるデータなんで。なるほど。先発ローテーションに限るっす。はい。先発ローテーションを1年間守りきるためには、はい、スタミナ。いや、それはもう誰もじゃないですか。そうですよね、みんなですよね、中継ぎとかも。これができないと先発ローテーションに1年間頑張れるのは、はい、まあまあ難しいですよ、よっぽどのことがない限りはねっていう。中継ぎだった。じゃあ中継ぎに行けば。あ、中継ぎだったら全然大丈夫。だから藤岡も中継ぎとかだったらいいピッチングしてるじゃないですか、はい、これ特に左ピッチャーだけなんですよ。左ピッチャー。右はこれには値しないんですけど、うん、特に左ピッチャー、はい、左ピッチャーもマストです。このスキルを持ってないピッチャーは厳しいです。先発ローテーションで1年間回るのは。これなんか投げ方とかですか。あ、投げ方とかじゃないです。クイックとかそういう。あ、そういうのじゃないです。ああ、他何がありますか。じゃヒントください。ヒント。ヒント。ヒント？ヒント。じゃあみんなも絶対考えてると思うんです、皆さんも。じゃあヒントね、はい、ント。じゃあもう大ヒントっすよ、はい、もう最初から、うん、この球種を、はい、まあ 80% の確率で自分の思ったところに大体投げれないピッチャーはダメです。球種です。球種なんですね。はい。カーブ。ファイナルアンサー。まあ、大体球種少ないですからね。そう、私がこうちゃんと分かるのがあまりよくちゃんと理解してる。カーブ、ファイナルアンサー。残念です。残念。チェンジアップか、はい、フォークを、はい、左ピッチャーは、はい、まあ、ストライク、ボールの出し入れはもちろん、はい、大体自分の思ってるところに 7,8 割の確率で投げれないピッチャーは1年間ローテーション、はい、絶対バボれないです。へー、なんでだから、まあ、昔っていうのは、はい、要はこの左で右バッターだったらね、ま、はい、っすぐとスライダーとかカーブ入ってくるボールばっかりです、うん、はい、だから入ってくるボールだけで抑えられたんですけど、はい、今は入ってくるボールだけで抑えれないんで、はい、向こうに逃げていく球も必要なんですよ。こうチェンジアップ系、フォーク系が、はい、でそれでもちろんカウントも取れたり、はい、勝負球として低めに投げられるのももちろん、はい、左バッターに対しても昔っていうのは外の出し入れだけで抑えれたんですけど、はい、今はもうここに投げていかないと抑えれないんですよね、ツーシーム、チェンジアップ系を、はい、だからそれが投げれないピッチャーっていうのは1試合で見たら勝てるかもわかんないですよ、はい、でも1年間ローテーションで
狙うと2桁勝利とかローテーション守るのは相当厳しいです。先発ローテーションでいうとこれは右も左もそうなんですけど、ストレート入れてもいいんで、はい、いつ何時どういう状況でも3種類のボールが自分の思ったところに投げれないピッチャーっていうのはまず先発ローテーションでは回れないんですよ、はい、ストレート入れてもいいです、はい、だからストレート、スライダー、シュートでもいいし、はい、ストレート、スライダー、チェンジアップでもいいし、はい、ストレート、カーブ、シュートでもいいし、はい、このストレートも入れてもいいんで3つ、はい、だから9回1対1の同点満塁、はい、2ボールから投げれる球種が3つないピッチャーっていうのはローテーションでも無理なんですよ。で左はこの中の一つがチェンジアップかフォークはマストです、はい、右はマストじゃないんですよ、はい、左はもう絶対マスト。あ、そうなんだ。左がマスト、はい、で右はマストじゃなくてもいいです、はい、でその中で一つストレートが常時150キロ前後で投げれるってなると、はい、このストレートが2になったりするんですよ。うん、もう常時150キロぐらい投げれますと、はい、そしたらスライダーとかでもいいですけど、はい、これがもう普通に、うん、まあ、平均145キロぐらいとかになってくると、うん、はい、まあ、3つ絶対入れます、ね、だから藤川球児版のストレートがあったらいいんですけど、はい、まあ、先発でそんな球種はなかなかいない、うん、で中継ぎっていうのは2個でいいんですよ、はい、へー、ストレートとフォークとか、はい、でこれなんで3つかっていうと、うん、3つあるじゃないですか、はい、でその中で毎日この3つが調子いいとは限らないですね。そうですね。で1つ調子悪かっても、うん、この2つでなんとか乗り切りながら、はい、1つを見せ玉とか使いながら、うん、終盤以降この調子悪かった1つを戻してくるっていう作業ができるんですけど、うん、はい、2つだったら1個調子悪かったらもう終わりなんですよ。確かにそうですね。何回でも投げるって思うと、はい、2個だと本当厳しいかもしれないですね。そうです。だから最低保険多分3ついるんですよね、はい、これも4つ5つあったらもっとすごいですよね、うん、で中継ぎなんで2つでいいかっていうと、はい、もし調子悪くなって1イニングが1人もうこれで全力で抑えに行こうっていう、もう全球ストレート勝負みたいな、もう、まあ、中継ぎだったらできるんで、うん、中継ぎだったらもう2球得意なボールがあればいい、はい、でも先発だったら3つ、はい、左ピッチャーにはチェンジアップフォークが必須、必須ってなった時に、はい、その日本ハムのドラフト陣の河野君も、はい、やっぱチェンジアップとフォークが投げれてないんですよ。あ、圧倒的にストレートスライダーが多いんですよ、はい、そのチャート見ててもね、うん、だからそれだともう力でね、捨てていくんで、うん、1年間トータルで考えると厳しい、はい、うん、中継ぎだったらいきますよ、はい、でも先発で回るって考えるんだったら、うん、やっぱりその10勝考えたらやっぱチェンジアップフォークはこっからでもいいんで、うん、その8割方自分の思ったところ9回2アウト満塁2ボールからでもチェンジアップ投げれますよぐらいにしとかないと、うん、ちょっとローテーションで厳しい、ね、本当かっていう皆さんのために紐解いていくとすると、はい、じゃあ日本ハムでいうと、はい、八木ね、はい、新人王を取った、うん、武田勝、はい、チェンジアップ使いましたね、うん、はい、で、あのソフトバンクでいうと杉内和田もチェンジアップホッケー使えたんですよ、ね、うん、でロッテでいうと成瀬ね、はい、あと誰や、内海とかジャイアンツで、うん、で今もだけ石川、はい、山本真さんとか、うん、今永、浜口ね、はい、でこの前 DNA の方、あの東ね、はい、で坂本ね、で能見ね、うん、で床田ね、はい、広島、中日で言ったら大野ね、はい、とかも大体はこのチェンジアップフォークっていうのが自分の得意球であったりとか、うん、自分のその、 あの配球の中での一つの、はい、パロメーターでもあるところに入ってるんですよね、はい、これがない人っていうのは、まあ、藤岡もそうだった、はい、藤岡もやっぱりそのフォークチェンジアップ系が投げれないんで、うん、やっぱりこの入ってくる球逃げていく球だけに特化していかなきゃいけないんで、はい、力があるうちは良かったんですけど、やっぱ1年間になると厳しい、疲れてきた時に。でも中継ぎだったら一発だから勝負できるっていうところもあるんで、はい、先発はもうこのチェンジアップフォークがもう必須なんですよ。そうなんです。一応じゃあ左で投げ先発入ってる人っていうのは自分の持ち球の中にはその2つっていうのは基本的にはみんな入ってるものではある。どっちかでいいですけどね、フォークかチェンジアップどっちかでいいから、はい、それがもうほぼ入ってます。だから1年間ローテーション守る左ピッチャーでいうと各球団ほぼ入ったって、はい、楽天でもね、はい、塩見、まあ、唐島、中継ぎですけど、はい、はい、もう先発の時入ってるじゃないですか、はい、で今だ湯気もね、はい、こっちの幾田も入ってるじゃないですか。あ、そうか、あ、そうですね、楽天でもね、はい、あとどこや、あ、西武とかだったら今は左が、まあ、菊池雄星とかでもチェンジアップのこっち系投げれるようになってから勝ち星が生きなかったって言ったんですよね。あ、やっぱそうなんですね。入ってくると球だけじゃなくてね、うん、そっか、左バッターめちゃくちゃ打てなかったイメージありますもんね、菊池雄星投手。だからやっぱ こっちに行く球がないと、やっぱもうこれだけだともう今の野球は抑えれないんですよ。だからもう僕らが現役の時だって左ピッチャーも全員そうですよね、はい、やっぱそういうチェンジアップ系が投げれないと、うん、はい、やっぱりローテーションは守っていけてないですよね。いや、ちょっとこれはあの目から鱗というか、
もうプロ、まあ、今入ってて見てくださってる方いたら、あ、なるほどと思うかもしれないですけど、大学生、高校生の人、はい、なるほど、うわー、よっしゃ、練習するぞってなってるでしょ。そうそう、だから大学生の左ピッチャーは、うん、チェンジアップかフォークを、もうストライクとボールの投げ分けを絶対できるようにしないと、はいはい、中継ぎだったらいいですけど、うん、先発ローテーションには絶対入れないですよ。はあ、そうなんだ。あんまりやっぱちょっと素人になると球種まで意識してそこまで見てないですけど、うん、あ、そうやってチャートとか見てみると面白いですね。そうそう、長続きしないです、うん、それがちゃんと投げれないピッチャーは、はい、単発的には勝てるかもわかんないですけど、やっぱり長続きしないです、はい、へえ。もう見ててもそうだし、対戦してても楽っすもん、はい、入ってくる球しかなかったら、はい、こっちだけ追いかけとけばいいんで、うん、あっちを追いかけなくていいんで、はい、まあ、対応するのも楽なんですよ、はい、入ってくる球だけだと。で、中継ぎとかになると、はい、あの力で来るんで、うん、それだけでもね、一発勝負で抑えられる可能性は十分あるんですけど、はい、いや、いいピッチャーの条件あるんですね。そうです、だから右も左もこの3種類はマストです、うん、はい、もういつ何時でもこの3種類を投げられるようにすることがプロでも、だからアマチュア時代にストレートとスライダーだけで抑えてるピッチャーっていうのはもう中継ぎしか無理です。あ、だから逆に言ってロッテだったら、僕らの時だったら矢部田さん、はい、まっすぐとフォークだけ、うん、だからやっぱり先発じゃ苦しかったですね。スライダーもそんな大したこともないし、はい、まあ、大したことないって言い方もね、先輩なんて、はい、でも事実なんで仕方ないですあのでもそのツーシームとかそのチェンジアップ系が有効で、中継ぎとしてその2週で活躍したし、うん、伊藤、はい、この前東福岡の今監督になって、はい、伊藤よしっていうのもまっすぐと基本スライダーだけだし、うん、基本中継ぎっていうのは一球種が多いですよね、はい、球種って一つ覚えるのってもう覚えたことがないので分かんないですけど、相当大変なものなんですかね。でも、はい、チェンジアップは、はい、岡島さんとか、はい、成瀬とか聞いても、うん、めっちゃ簡単って言うんですよ、チェンジアップ。そうなんですか。投げるのが、はい、で、あのメジャーアメリカでは、はい、家庭のチェンジアップっていうのがあるんですよ、はい、家庭、はい、家庭だからもう、あの、なんていうんですかね、料理とかでも、はい、家ごとに近かったりするじゃないですか、はい、だからもう家庭のその お父さんのチェンジアップっていうのがあるそうなんです、ね、だからこの親子で代々つながっていく家庭のチェンジアップがあるらしくて、お父さんが教えてもらったチェンジアップ、だからチェンジアップを一番最初に覚えるらしいですよ。へ、ストレートとアメリカ子供の時に、はい、その肘の負担とかも少ないし、はい、って、だから意外と簡単らしいんですよ、はい、こうやってなんかトーン叩きつけたらフォーンポルっていくっていう言うで本当に簡単ですか。僕も簡単、チェンジアップは簡単やと思うんですよ、はい、比較的。投げてみたことあります？それはあります、あります。あるんですか？ああ、できた、ね、できます、できます、はい、だったら頑張れば、ね、できそうですね。そうそうそう、だから、でフォークとかでも、はい、指短くても関係ないって上原さん言うんですよ、はい、上原さんも指短かったけど、はい、フォークは指短いとか長いとか関係なく短くても抑えれるっていうんで、あれ、フォークってよくこうやって言うじゃないですか。そうそうそう、チェンジアップ、チェンジアップいろんな、そのもう一家送電だから、いろんな握り、いろんな、こう回れば、こう回れば、こう回れば、いろんな握り、どんな握りでもいいんですよ。なるほど。抜ければいいんで。フォークはこうとか決まってるのに。フォークはこう。まあ、でもフォークの形だから、ね。うん、らしいですけどね。まあ、はい、アメリカではスプリットって言って、あ、フォークっていうのは日本だけなんですけど、ね。そうですね。そうだ、なんかそれ、どっかの動画で勉強したな、それ。ああ、なるほど。じゃあ今からでもチェンジアップがちょっとまあ苦手とか投げきれてない投手っていうのは、うん、練習する、はい、練習したり、それを得意な、ね、うん、人がコーチでいたら教えてもらったり、はい、選手がいたら教えてもらったりして、はい、感覚つかんでやっていかないと、はい、左ピッチャーでチェンジアップとかフォークない人間はローテーションは無理です、うん、はあ、なるほど。ちょっとこれも本当に目から鱗なんじゃないですか。そうですね、だからね、うん、あの川野君も同じね、はい、徳島県出身だから頑張ってほしいですけど、まあ多少は投げてるんですけど、やっぱ全体的に比率が少なすぎるんで、はい、相手にとっては嫌になってないと思うんですよね、はい、だからまっすぐガーン投げてガーン曲げてっていうだけなんで、やっぱそれだと1年間守っていくのは厳しいんで、はい、まあ、覚えた方がいいかなと思いますし、はい、次回登板がね、チェンジアップをもし多めに使うかもわかんないですけど、そこら辺ね、はい、注目しながら見てもらいたいですね、はい、だから特に左ピッチャー、はい、チェンジアップかフォーク、今すぐ覚えてください。